も非常にこう粘ったプレーが光りました。そうですね、本当にお互い持ち味しっかり出せた本当の好試合だったなっていうふうに見てて思いました。はい、まあ、この攻撃に転じる入澤の場面、それをしのぐ範囲の場面、まあ、しかしこう前後に揺さぶった、まあ、最後は入澤の勝利ということになりました。こうやってハイライト見てますけれども、そのハイライトでもやはりこのラリーの長さがありますよね、はい、こういうラリーが本当に何本もあったんで、はい、両選手本当に精神力も素晴らしいですし、体力的には本当にしんどかったんじゃないかなと。